こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアは楽園。アマゾンオーストラリアで販売して儲かる商品。オーストラリアで日本製品を買うと日本の何倍もの価格です。買い物をするには地獄です。しかし、一転して輸出ビジネスで販売する場所として考えると楽園です。日本製品がオーストラリアで 何倍で売れるかを紹介します。これは今日のレート、1ドル84円59銭で、59銭以下を切り捨てて値段を出してます。で、オーストラリアでね、販売してあっても、まあ何しろ、実店舗に商品がほとんど置いてないんでね、えー、eBay の制約価格を比較の対象にしました。まずゴルフバッグ、1.84倍。 日本のシ入れ価クとの差額が2万994円と。オーストラリアで4万5780円で制約しているこのバッグ。日本だと2万4786円です。次に国産ウイスキー3.10倍。日本のシ入れ価クとの差額は3万4859円。日本で1万6569円で買える響き。オーストラリアだと えー、51,428円です、ねえー、その差額は、えー、3万4859円と、ね、この金額帯で3倍以上で売れてるってすごいですよねで釣り具、リール、ねえー、1.82倍シマノのリールですね、えー、日本で買うと7万100円オーストラリアの eBay の制約額が、えー、12万7652円、ね、1.82倍ですけど差額は5万7552円あります 次に戦隊物の,のおもちゃ。26.46倍。日本の仕入れ価格とも差額223,889円。すごい差額ですね。一瞬何か見間違いかなと思ってね。えー、別なモデルがあるのかなとかいろいろ見ましたけど、やっぱこれのことですね。で、これ、はっきり同じ商品だってね、えー、多分あんまりわかんないですよね。 だからこれもしかしたらね、この商品を知らないか、これとこれが同じ商品だと思ってなくて買ってる可能性もありますけど、もとい、日本で1万円のおもちゃがね、26.46倍という金額で売れてます。それからね、いろいろとそういう趣味系の複雑なもんじゃなくて、どこにでもあるダイソー、ダイソーの商品がね、オーストラリアだったらいくらで売ってるか、いくらで買えるかってことですね。 えー、ちなみにダイソーはオーストラリアにもあるんですけどそんなにたくさんはないのと日本みたくね、えー、何でも置いてあるってわけでもないです、えー、それとね、うん、駐車場が、まあ、オーストラリアの人は基本的に車で生活しましたからね、えー、駐車場がね、えー、使いにくい場所のダイソーが多いんで、まあ、いまいち、まあ、ダイソーで買い物するっていうのはま一般的ではないと、ね、でもダイソーの商品は結構人気で、えー、買ってたりしますで粘土 ね、8個セットで、えー、3717円、ね、8個ですから800円なんで、えー、4.64倍、ね、1個だと1097円10.97倍、ねえー、で同じ1個でも送料で、ねえー、すごい高くしているパターンがあって、えー、4031円40.31倍で7個セットで7055円10.07倍 1>, で1個でねやはり40.98倍これね、なんか、えー、めちゃくちゃな値段に見えて、バラバラで、どれがね、えー、当てにしていい販売価格かわかんないと思うんですけど、まあ、結局全部売れてるってことなんで、まあ、この、なんですかね、えー、40ドル、50ドル以下のもんだったら、そんなこっちが、ね、安いから、これじゃおかしいとか、 日本みたいな話には、まあ、正直あんまり海外だと、まあ、海外だとっていうかね、えー、アメリカの、えー、アマゾンも初めの頃はそうでしたし今はちょっとねそれなんかうるさいの増えてますけど、まあ、オーストラリアの eBay もね本当にこんな値段で売れて大丈夫なのかなと私もね後から出すこの墨パック、ね、1個で12ドルプラス送料12ドルかな 最初24ドルとか27ドルぐらいで売ったんですけど、まあ、のなんの問題もなくね、えー、すぐ届いてよかったみたいな評価をもらってますからね、えー、全然、ね、日本の感覚で逆に値段決めるのをビビっちゃうとね、全然儲けそなっちゃうんで、えーまあ、考えられる限り高く出すといいです。で、ゴマス千キ、ねえー、1596円、15.96倍。ダイソー炭パック、ね、1066円、10.6倍。 2個セットで大してたない値段で売ってる人もいて5.45倍とでミニディスク、ね、10枚セットにして4316円と、まあ、10枚ですから1000円なんで、ね、4.36倍ですで、えー、メラミンスポンジ、激落ち用、ね、1678円16.78倍チリとり1495円14.95倍 木製パズル1333円13.33倍と、まあ、こういうふうにね日本製品が、えー、かなり数倍どころかね10倍あるいは40倍っていう金額で、えー、お金出さないと買えないこともあるとねなんでかって言ったらねこれ日本美くこういう商品がこういうね気の利いたちっちゃい、えー、チリ取りとかね、えー、こういう、えー、スポンジとかねこういうおもちゃとか ないんですよね、まあ、ないからしょうがない、見かけてね、えー、買うって。で、買うときに多少高くても、まあ、それはね、10万で買うものを買おうと思ったものが20万だったら気にする人がほとんどですけど、まあ、1000円で買おうと思ってたものが3000だったらね、まあ、探すのめんどくさいからいいか2000円ぐらいという感じの人が正直多いです。もう日本だとね、 なんかすごい財布の紐もががっちり締まってるしね、オークファンとかね、そういうのが発達してるんで、逆に比較して買うのが当たり前なんで、高くちゃ売れないですけど、逆にそういう日本のパターン、日本とアメリカぐらいですね、そのパターンはね、他の国はあんまりそういうの、発達してないし、気にしない人が多いんで、あんま価格差考えずにね、安いものだったらとりあえず考えつく限り高く出してみるというので、売れます。 で番外編としてね、えー、時差商品、時差っていうのはこれね、買ってしばらく経って売ったらすごい高かったっていう商品なんですけど、この、えー、ベイブレード、ねえー、定価がなんと4000円で、売れてる金額が、えー、オーストラリアでね、えー、3456円、日本でも31000円、ね、日本とオーストラリアの差額はないんですけど、逆に発売してから今までの、ねえー、差額はすごいあったと。 いう形です。で、転売して儲けるのにね、2倍で売れれば利益を出せる商品が多いです。で、3倍で売れればね、利益率はだいたい30%から40%になります。で、10倍で売れた場合、利益率は50%から90%になります。国内で転売するセドリア、日本で販売する輸入ビジネスでは、10倍で売れる商品を見つけることは困難です。 一方、オーストラリアに輸出するなら、価格差10倍の商品もボロボロ見つかります。アマゾンオーストラリアでマーケットプレイスを開始します。日本に住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業で、今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。以上、オーストラリアと日本の価格差のご紹介でした。